自民党と反対側に立つ政治を大きくして、緊張ある政治、政権交代可能な政治をしなければいけない、その役割を果たさないと、もうこれラストチャンスではないかという次の衆議院だと思っています。そういう意味でその中心に国民民主党は立っていかなければならないし、そのトップに前原誠司さんにやってほしい、これが私の切なる願いです。